久保です。質問ありがとうございます。回答を今回しようかと思うんですけども、実際にチャートに線を引くところが見たいということでね、いただきました。わかりました。もうね、半年以上毎日それを動画でお見せしてきたんですけども、まあ、改めて見たいということでしたら、質問1の回答にも出てますけども、今回はホワイトボードを使って引いてみますね。何度でも聞いてくださいね。遠慮することはないです。チャートパターンが適当に書きますけど、こうあるとしますよね。見えにくいですか？そしたらゾーンの、まずはゾーンがないかどうか探します。ゾーンは必ずあります。ここですね。ゾーンがこういうふうに引けます。お分かりですかね。次のゾーンがここかな。で、下がここと、で、こことここにも引けなくはないですね。まあ、通常私は意識しません。こういうちっちゃいのはもうゾーンだらけになっちゃうんで、1本か2本引けば十分なんですよ。だからこの3本で私はもう十分かなと思って、なんですかね、ラインの方に入っていきます。まあ大体こんなもんですね。だからまだ見つけようと思ったらこことかこことかあるんですよ。もうキリがないですから。で、ゾーンが引けたら今度はラインを引きます。ラインっていうのはゾーンを考えずにどんな形ができてるかなって見るんですよ。例えばこの一番頂点と頂点を結んで線を引くと、で今度は下と下を結んで線を引くと、あ、なんかいい感じになりましたね。適当に引いたんですけども、そうなると下がほぼ平行で、まあ、ペナントみたいな形になってますね。ペナントのちょっと上向き、なんですか、アセンディングトライアングルとかディセンディングトライアングルっていうのがありますけども、私はどっちが何を見せてるのか分かりませんけども、そのこの三角形の底辺がまっすぐよりもちょっと上向きのやつですよね。こういうのが出てきますんで、そうなると抜けた方向についていくっていう戦略もできます。抜けた方向についていく。ただこれを見るとですね、私は下の方に抜けるんではないかなというふうに感じられますね。右肩下がりの2点天井も見えますし、2点底はこれを見るとそんなに下が硬くないように感じます。なぜならなんでしょうね、この間隔が狭いからですかね。だからこれ2個で1個の底っていう風な感じ方をした方がいいのかなと思います。間隔が狭いんで。でもこの間隔の広いやつが右肩下がりで来てるってことは、もう下に押さえつける力がずっと働いてるんだろうなって思うんですよ。実際に買いの圧力が弱いからここら辺で売りに入っちゃってますから、通常はここと同じ数字まで行くはずなのに、だからここまでしかまだチャートができてない時、私はこのゾーンしか意識できないですから、このゾーンまで上がるんじゃないかなというふうに予測するんですよ。でも実際はそのゾーンに行かずにここで跳ね返るってことは、ここに何かしらの売り圧力が存在してると、ここよりも早く売りが存在してるというふうに考えますんで、下の方に抜ける確率の方が高いんではないかなと思います。五分五分以上に下に行くっていうふうに考えます。そうするとこのパターンを見るたんびに私は下に行くっていうふうに考えます。上に行くこともあります。ただその割合が 60% か下、 40% か上なら勝ち越せるわけですよ。だからこれをね、下に行くと思って、売りでエントリーして、それが損をこきましたって言っても、ああダメだったかじゃないんですよ。6対4の4が来たと思うだけなんですよ、私は。あ、外れたけども、まあまあでも勝ち越しの形だよね、これって形で。次に同じのを見てもやっぱり下行くんですよ。そうするとトータルで、4対6で4が負け、6が勝ちなんで、その間の2割が利益として残っていくって形になりますね。こんな感じですよね。で、今まで私のエントリーが4対6どころか、なんか9対1ぐらいでうまくいってる、それ以上でうまくいってるってことは、この形以外のところにも根拠を求めてるからなんですよね。例えばここに包み足で売りの方が出たっていう時は、売りの方がバーンと強くなるから、そういう時にいってると。この三角形の図だけでは予測はするけどもやらないってこともあったりするんですよね。で、そういった形になりますけども、線の引き方どうだったでしょうか。お分かりいただけたでしょうか。